大森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、先生今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今日は8月の8日ですね。はい、はい、もう8月8日、はい、8っていう数字は名古屋の方すごくお好きで。そうですね。はい、8月8日は名古屋の日でしたかね。名古屋の日なんですかね。はい、そうですか。はい、すごい8が好きなんですよ、名古屋の方は。ね、はい、末広がりってでもこれ8を漢字で書くとこうなるから、そうですね、末広がりなんですよね。はい、はい、はい、すごく縁起のいい番号ということで、結構名古屋なんか、はい、車のナンバーも8番とか、88番とか見るんですけど。お好きな方多いですよね。ねえ、本当に。確かキャラクターでハッチーっていうキャラクターもいるんですよ。名古屋に、はい、そうなんです、そうなんです。はい、名古屋の方八丁味噌、あ、関係ないですね。あれは岡崎市。そうです、ね、八丁味噌いつも食べてます。すごくね、八丁味噌ででも今お茄子いっぱい取れるじゃないですか。でお茄子のお味噌汁で八丁味噌するともう味噌汁真っ黒。はい、あ、そうです、ね、茄子のなんかね、黒い成分も出て八丁味噌の黒さ、なんか黒汁飲んでるみたいな。赤味噌ではなくて黒味噌ですね。味は美味しいです。美味しいですね。はい、はい、お味噌汁はね、絶対カツオのお出汁で取るんですよ。あ、そうなんですね。はい、忙しくてももう出汁で絶対取るっていう、はい、味が全然違うのでね。はい、はい、皆さんもそういうの食べてくださいね。ね、はい、お茄子の八丁味噌真っ黒ですよ。イカスミ食べたみたいに、じゃないですけど歯にはまとわりつかないんですよ。はい、イカスミみたいにはね。はい、あとビーツっていう知りません？赤い大根みたいな。そうです、そうです、ね、あれ、はい、この間広島行った時にビュッフェにあったんですよね。スティック野菜がいっぱいあるので、はい、私ビュッフェ行っても野菜ばっか取ってくるので、でこれ美味しいよって言って、で一緒に行った女の子2人が、はい、1人の子が食べたんですね。はい、食べながら喋ったんですよ。真っ赤なんですよ、はい、もうビーツ食べると、はい、口の中が歯槽膿漏になったみたいに、本当に出血しちゃってるみたいな、はい、本当に真っ赤なんですよね。はい、なんかあれ怖いですね、ちょっと。ちょっとオカルト的な。でもすっごい甘くて美味しいんですよ。あ、そうなんですね。ロシア料理とかね、よくビーツを使った、はい、料理とか、ピクルスもビーツ入れると他の白いカリフラワーまでピンクになっちゃったりして、色つけるときにね、使ったりするんですけど、はい、はい、なんか急に野菜の話になっちゃって、ね、はい、すいませんね。8月8日、はい、でも8月の6日は原爆がね、広島に投下された日、はい、そして8月の9日は長崎に原爆が投下されたっていう、はい、ちょっとね、この8月8日付近っていうのは、はい、まあちょっと辛い思い出もたくさんあるのではないでしょうか ね、 うね、はい、戦後70年本当に日本から平和を発信していかなくてはいけないと思います。はい、広島長崎、まあ、それとも関係があるのか、広島長崎っていうのは講演会をさせていただいている場所でもありますので、はい、はい、今年もまた8月30日広島講演会ありますのでね、広島の皆さん、はい、ぜひお出かけください。はい、そして12月の13日には長崎の講演会、長崎へ行きますので、はい、また長崎の皆さんとお会いできるの楽しみにしております。はい、長崎も12月、はい、ツアーをね組むなんて言ってたんですけど、ちょっとまだ未定ですので、でもまた夕食会ぐらいは長崎もね、美味しいものいっぱいありますし、そうですよね、お魚もね、はい、美味しいので夕食会とかさせていただきたいなって思っていますので、はい、ぜひ講演会もお出かけください。はい、もうちょっと寒い時期かもしれないんですけども、ね、もう冬ですからね、12月、ね、はい、長崎は行くんですけれども、はい、本当に観光もしたこともなくて、長崎は行かれたことは、行ったことないですね、私。長崎はないですか。はい、うん、なんかすごく今度でも長崎結構あれですよね、文化遺産とか、そういうのね登録されましたの で、 そうです、ね、はい、また観光の方が増えるんではないかなと思うんですけれども、はいはい、グラバー亭とか行ったことないんですよ。そして、ね、何度も講演会とかで行かれてるのに、行くんですけどね、はい、食べるとこばっかり行くのはもう、だから中華街みたいなとことかは食べにとか行ったりするんですけど、ちゃんぽんのお店とか、はい、あるんですけれども、はい、美味しいお店たくさんあって、はい、また長崎皆さんと一緒に楽しみたいななんて思います。はい、はい、それでは先生、今日はお裾分けのコーナーをお願いいたします。はい、では
大森和代の愛のおすそ分け。はい、今日はみっちゃんからのご質問です。大森先生、一昨日の朝、目が覚めていたのかわからないのですが、足の方からもぞもぞっとして振りほどけなかったので、枕元に置いてあった渡良瀬の本を手に取って胸の上に置きました。なのに持っている本が透明で、持っている感触はあるのに見えなかったんです。思わず大森先生助けてって叫びました。気がついて本は枕元にありました。不思議な夢はてなでした、というご質問ですね。みっちゃんはこれは夢ではないそうです。夢かなって思うんですけれども、よくこううとうとしてたり目が覚めそうだったり、そういう時に、まあ、足の方からもぞもぞっていうのはちょっと金縛り状態になりそうだったっていうことだと思うんですけれども、それで枕元に、まあ、多分みっちゃんもお守りのように渡らせを置いてくださってると思うんですけれども、その渡らせを取って、まあ、早くその金縛りを解くためにパワーくださいっていう思いで胸に置かれたと思うんですね。でそれは実際に本は移動はしてないんですけれども、渡良瀬の本からは本当にパワーが出てますので、これは私も皆さんから教えていただき、それで最初は神様にお伺いして、渡良瀬の本からは波動が出てるっていう、後で私も驚いたっていうことなんですけれども、本当に本からは波動が出てます、高次元の波動が出てますので、それでみっちゃんさんもこう本は移動してないけれども、あ、この本を胸に置かなきゃと、その意識、そして本はここに置いた、で感触があった、でも透明だった、でもこれでも本はみっちゃんさんのここに、実際は本の物体ではなく本の高次元からのパワーがここにちゃんと置いてあったということですので、これは夢ではないです。現実にここに本を置いたということになります。で本の波動すべてみっちゃんにこう高次元の波動が行き、もぞもぞが治ったっていうことなんですね。はい、そんな時にも思い出していただいてありがとうございます。ぜひ本当に本は皆さんね、お守りにっていうことで、ただ本のお守りが重すぎて本全玄関お持ち歩いておられる方も結構いらっしゃいまして、もう先生4冊重いわって言われたんですけど、ごめんなさい、来年は5冊目6冊目出す予定です。でもその代わりに渡良瀬クラブの、まあ、クラブ会員のカード、あれを持っていていただければ大丈夫ですのでね、本はまあ寝る時とかせめて1冊だけ持ち歩いていただくということで、まあ、不思議なことは起こりますし、まあ、高次元の波動を浴びてるという安心感、それが皆さんに届けてくれたら嬉しいなと思います。講演会の、ね、会場にいるとなんかホッとするとか心地いい、帰りたくないって言ってくださるのは、やっぱり高次元からの波動がたくさんたくさんある、世界一のパワースポットってよくお伝えしてるんですけれども、神様の数がすごい数の神様がお集まりになられるので、高次元からの本当にシャワーを浴びてるような状態、それが心地いいと、魂が心地いいと感じておられる、そういう心地よさっていうのを一度体感されると、またなんだかわからないけれどもそこへ行きたくなると、そういう風で皆さん講演会には何度も来てくださってるんではないかなと思いますが、そんな波動が本からも、あとパワーカード DVD を買ってくださった時のパワーカードからも、あとは渡良瀬の会員証からも出ていますので、どうか皆さんたくさんたくさん高次元からのパワーを浴びてくださいね。あと金縛りというのはやっぱりみっちゃんさんもぞもぞっとしたっていうのは、金縛りに遭う時には大抵は浮遊霊さん、自爆霊さんが近くに寄ってきて、それで上にのしかかってきたり、こっちからこう来たりとか足元から来たりとかっていうことがありますので、金縛りの遭われた後はもちろんそういうことをしていただくのも大事ですけど、自爆霊を拾っていただくっていうこともぜひされてみてくださいね。でもそれで金縛りにあって何かすごいその後取り憑かれて災いが来るとか、そういうことはありませんので、本を置いといていただいたり、会員証を持っていただいてて、あと自爆霊を拾っていただいたら、そういう心配ありませんのでね、大丈夫ですよ。はい、
はい、先生今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。ゆみちゃんも金縛りとかあります？あ、これそうだなっていうのはありましたね。あ、そうですか。目が開かないとかいうことがありましたね。本当にね、はい、音とかまで聞こえてきたりとかね、あるんですけど、なんかこう動けないとかね、目が開かなくて人が動いてるの見えたことがありますね。人がね、はい、一人で暮らしてたんですけど、そうですか、はい、いろいろね、まあ、はい、ゴレイさんがね、そういうことを起こしてくるっていうのもありますのでね、はい、ぜひ渡良瀬クラブのカードをそうですね胸につけてお休みください。本4冊持ち歩かれてる方いらっしゃるんですね。そうなんですよ、先生すごいですね。もう思いで困ったわって、何が困ったのかなと思ったら、はい、先生4冊も出すからって言われちゃって、私1冊で終わると思われてたんでしょうか。すいませんね。そういう、ね、カードをぜひ。そうですね、今はね、渡良瀬クラブの会員証ができましたのでね、はい、それ一冊じゃない一枚で協力なのでとか言って、ね、はい、はい、大丈夫ですので、本当にね、ジバクレイさんを拾う時も、会員証を首からかけてからジバクレイを拾うって、この間面談来られた方がですね、はい、その方たちの仲間うちでは、ジバクレイ拾いの前に会員証をここにかけるっていうのがなんかあるらしくて、約束になってるんですね。なんかそうやってみんなかけて拾うんですよ。そうするともうここでパンパンとこうなんかこっちに来そうなのが跳ね返ってくっておっしゃったので、大丈夫ですよ、取りつかれることはないです。自爆霊をね、自爆霊さん拾っててね、取りつかれて中に入られることはないのでね、これ拾うことも神様の御用ですから、拾う時点から守られてますので、はい、でももうそれしないと気が済まないって言ってくださったんで、まあそれはお考えなんで、それぞれね、はい、悪いことではないですからね。あとなんかここにいつも入れてるって方がいらっしゃって、いらっしゃいましたよね。会員証こういう風に入れたらかなりこうお胸が大きくないと辛いんじゃないかなと思うんですけど、結構形が出ますよ ね、はい、はっきりとですね、はい、今日も持ってますから、持ってますから、なんかここをやたら叩かれたので、何ですかって言ったら、会員証会員証とかって言われて、ここに逆にでも全くない場合、こうまっすぐ入っちゃうって片方だけでいう場合もあるんでしょうかね。あ、両方欲しいって方見えますね。なんかね、ありましたね、昔。会員証ね、まあ、再発行もできますのでって言っても2枚もいらないですよね、はい、本当にね、いろいろあります。あ、もうすぐ8月16日。そうですね。来週は、いよいよもう先だと思ってたんですけれども、はい、まあ初めてのセミナーですね。先生の単独セミナーですね。はい。はい、大森和代と時空を超えるセミナーということで、はい。はい、どんな内容でしょうか、はい。本当に私もご指示に従って進めさせていただきますので、はい、楽しみですね。皆さんと共に、まあ時空を超えるという、時空を超えるっていうとあれですけれども、はい、違う次元へといるような感覚のセミナーという意味でもありますので、はい、あとは、まあ、ご先祖様のお悟りの仕方だったり、はい、自分の悟り方だったり、あと祈りの時間もありますので、はい、みんなでまた平和を祈りたいと思います。はい、はい、ご参加の方はお楽しみにされてください。あとは、まあ、過去勢をちょっとみんなで覗いてみましょうということとかもさせていただきたいと思いますので、あっという間に2時間半が終わってしまうと思います。講演会より短いですね、うん、先生。そうなんですね、はい、はい、短いんですけれどもね、もしかすると歌を聴いていただくかなっていうのもなんか思ったりしてまして、そうなんですね、はい、総会では披露させていただきましたが、はい、深海神様の世界から下ろされたあの曲ですね、はい、を皆さんに、はい、総会以来歌っておりませんの で、 あ、そうですね、はい、いろいろなタイトルがね、いろいろ皆さん、はい、はい、母なる大地とか大地に抱かれてとかですね、正解は愛に抱かれてですのでね、はい、包まれてって方もいらっしゃいましたね、あれ、母なる愛に、母なる大地に包まれてとか、なんかいろいろ皆さん、ね、いろんなタイトルをおっしゃってたので、母なる愛にあれ抱かれてそうですよね、ごめんなあれとか言っちゃって私もうずっと歌ってないですね、そういえば6ヶ月ぶりに、はい、楽しみですね、また歌えたらなんて思っております、はい、お楽しみください、はいはい、なんか先生のその8月16日のセミナーの日はすごく、暑い気温が記録された、ね、多治見市とか、はい、岐阜県の多治見市もですね、あとは埼玉県の熊谷市とかで、はい、40.何度とかね、はい、うん、
が記録されたっていうことで 40.9 度だそうです。 40.9 度、はい、もう41度ですよね。すごいですね。40度超えるだけでもすごいんですけど、高熱ですよね、それ、自分の体温だったらそうですね、もうずっと高熱状態、はい、それがその外気がそうっていうのはもう気持ち悪いですよ ね、 すね。自分の体温より高いっていうのはね、はい、なんとも言えないですよね、もうでもどんどんそういう日が増えてきていますので、はい、また今後さらに気温は上がるとは言われてますのでね、はい、まあ、気温も心配なんですけど、海水温が上がる、もちろん上がってくると思うんですけれども、はい、そうするともう巨大台風がまたね、上陸したりしますのでね、そうですね、うん、もう本当に何が起こるかわからない、でも私たちは、はい、まあ、良いイメージをしながら一緒に明るくこれからも過ごしていきたいと思います、はい、一緒に魂の向上を急ぎたいと思いますので、はい、また皆さんこれからもここに帰ってきてね、はい、じゃあまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye.